戻ったか。守備は？チェロがこのデータを渡してくれって。エコ、預かろう。さて、たった今ガイストのアジトが判明した。本当か？どこだ？ガイストはどこにいるんだ？待て、まずは現状を整理しよう。現在、ザ・ワールドの各地では大量の異様なモンスターが発生しつつある。これはモルガナやアイダなど過去に発生したバグモンスターとは構成データが異なっており、現時点では効果的な対処法が見つかっていない。またウイルスに汚染されたアウラは依然として黒い卵のような結界に包まれ、分析不可能だ。つまりガイストを捕獲して彼から洗脳ウイルスの解除法を聞き出すしかない。ここまでは理解したか？ああ。結構外見よりはそれなりに理解力があるようだな。ガイストのアジトは2010年ディビジョン1にある。マクアヌからエリアに向かいガイストを捕獲するのだ。なんか今ひどいことをさらっと言われた。私も行く。げ、舞姫、グランホイールの中にいたんだ。気配がなさすぎて全然気づかなかったよ。とにかく2010年幕穴のカオスゲートに行こう。
よし、幕穴のカオスゲートに行こう。あのさ、赤シャバンで俺を助けてくれたんだって。俺まだ言ってなかった、ありがとな。返事がないよ。いいんだけどさ。アイカちゃん、サイカちゃんの様子はどう？俺さっきからずっと姿を見てないんだけど。サイカは今とても落ち込んでいます。サイカちゃんはずっとお兄さんを助けることだけ考えて頑張ってきた。でもサイカちゃんに指示を出していたのはお兄さんのふりをしたガイストだった。無理もないよ、騙されてたことが分かったんだから。それだけではないですの。え？どうしたのかな。まあいいか。ジーニアスに教えてもらったエリアワードは、よし、幕穴のカオスゲートからエリアに行こう。準備はいいか、行くぞ。サビー、スペルソージン
どうだ？
また時を危険にさらすことになる。私の目的はお兄ちゃんを助けること。悩む必要なんかない。ないはずよ。私は。このエリアのどこかにガイストがいるんだな。クラリネット、気をつけて進もう。喋ってくれないですもん。いいよ、もう先行こっと。あ、でもちゃんとついてくる。すごい熱気だ。そんなこと聞くんだ。なぜって言われても、一口にはうまく言えないけど、きっかけはやっぱりあんたに叩きのめされたからかな。あんたがいたから強くなりたいって思った。あれ、俺あんたとどこかで会ったことある？ずっと前に。
一番奥まで来たぞ。ガイストはどこだ。誰もいない。空っぽですの。どこかに転送する隠しスイッチがあるかも。隠しスイッチ？それらしいものは見当たらないけど。アイカちゃん、そっちはどう？何もありません。あった。大丈夫？何かにつまずいたですの。今、スイッチの音がした。ここは？転送できた。
時を。あっちの方に進めそうですの。よし、行ってみよう。僕の隠れ家へようこそ、トキヨ。ダイスト！せっかくここまでお越しいただいたんだ。僕ら二人でたっぷり歓迎してあげなくっちゃね。二人？来たか、ダブルウェア。お前は！アガシャ版でフリューゲルを刺した男。夢にまで見たダブルウェア。君さえいれば私の研究は完成する。もう人は寿命を気にすることもなく、全ての苦しみから解放され、このザ・ワールドで脅威と栄光に満ちた永遠の生を謳歌できるのだ。さあ、私の研究の実験材料になってくれ。よもや嫌とは言わないだろう。さあ、さあ。なんだ？こいつ、ちょっとおかしくないか？この雰囲気、覚えがあるぞ。トキオ、大変です。あの人、アイダがくっついてます。なんだって？君は私の研究に協力してくれないのか。では仕方がない。力ずくでもサンプルになってもらおう。あ、消えた。気をつけて。メトロノームはデータ空間に自由に出入りできる。君の戦い方についてはオルゲルから報告を受けている。距離を取ったまま刻ませてもらおう。さて、それでは始めよっか。またシックザールド、二人同時に戦うのか。ちょっとは楽しませてよ。シリスターバタフライ。種も仕掛けもありません。種も仕掛けもありません。エンバランスステップ。シシレンリ。種も仕掛けもありません。そうだ、勝利。エンバランスステップ。
でも仕掛けもありません。おやっぱり。そうか。よう立派け。さすがに強いね。降参降参。よし、ガイストを捕まえたぞ。あれ、ナイフの男はどこだ。後ろ。え、動くな。ついに手に入れたぞ。ダブルウェアのサンプル。これで研究が進められる。協力を感謝するよ、ガイスト。どういたしまして。動けない。ガイスト、これは何の真似だ。捕獲完了。この結界からは逃げられないよ。ジーニアスごときに僕の本当のアジトが見つけられるわけないでしょ。ここは君たちのような追跡者を始末するために用意しておいた偽のアジトなのさ。そして君も用済みだ、メトロノン。うわあ、貴様、最初からこうする。バグモ終焉の女王が誕生すれば、イモータルダスクが始まる。終焉の女王、イモータルダスク。だって、ん、ジョータルお兄ちゃんなんでしょ。私サイカよ。お兄ちゃんを助けに来たの。それなのに、どうしてこんなことをするの。しつこいね。そんなに信じたくないのかい。僕は天城丈太郎じゃないよ。僕は失礼するよ。僕が立ち去ってしっかり3秒後にこのエリアは消滅する。では、ごきげんよう。そんな、そんな。そう、がっちり捕まってる。ダメです、少しも動けない。
ここはマクアヌだ。ガイストの結界から抜け出せた。ナイフの男、メトロノームが助けてくれたのか。この人、ひどい怪我。なんかつぶやいてるぞ。どうして裏切ってしまったんだろう。あの取り返しがつかないことをしてしまった。もう戻れない。私は大丈夫です。みんなが待ってます。あなたはみんなのところに戻って。間には人の思いを増幅する力があるですの。この人の一番楽しかった頃の記憶の世界を作ってあげました。アイカちゃん、ノムくん。シェロ、どうしてここに。逃げたガイストを追うって。え？あ！本当だ！クラリネッテがいない！ガイストを一人で追ったのか？大丈夫。舞姫は無敵なんだから連絡を待つのよ。グランホエールに戻ってクラリネッテのメールを待とう。